こんにちは、しごとです。今回は格安なレスポールをレビューしていきたいと思います。このレスポールはあの有名なブリッツになります。アリアプロの傘下にある格下のブランドですね。そしてこちらは今人気絶頂バッカスになります。バッカスのレスポール、これね、どちらもお安くて、まあこのブリッツはね、1万円から1万5千円ぐらいなのかな。そしてこちらのバッカスは2万円くらいというふうな感じでございます。これどちらもそうなんですけれども、握った感じね、そんなにめちゃめちゃね、安い悪いっていう風な感じが全然しないんですよね。作りもしっかりしているし、なんかね、ネックの荒々しさっていうのがですね、全然ないですよね。一昔前は格安ブランドといったらもうバリがゴリゴリしていて、もう指板カスカスの、本当に触っただけでも安いなというふうに感じるものだったんですけれども、これ近年のはですね、クオリティめちゃめちゃ上がってますよね。では一本ずつね、見ていきましょうね。まずブリッツから見ていきましょう。持った印象としては非常に軽いです。まあ3キロ前半でしょうね。でもなんかね、カスカスっていう感じでもないんですよね。多分ね、目は魔法っぽいんですけれども、アガチスなんじゃないかな。そしてトップはメイプルになってるんですけれども、上はね、いい感じのトラっぽいのをちょっと貼ってるんでしょうね。ルックス的にもですね、非常に見栄えいいですよ。インレイも一昔前のものに比べると全然綺麗です。ネックのバインディングもしっかりしてるし、フレットもしっかり打ち込まれてますね。安ギターあるあるなんですけれども、ペグがね、結構レベル低いんですけれども、そんなにね、そんなめちゃめちゃ悪いっていう感じはね、ないですね。ところどころエスカッションであったりとか、このノブとか、安い作りだなっていうのは感じますけれども、これは全くギターとして機能しないなとかいう感じはね、ほんと全然しないです。ちょっと音はね、後ほど鳴らしていきますね。続いてバッカスです。ブリッツよりも若干重い、まあ 3.5 ぐらいかなと思います。でバックのね、マホガニー、これはね、マホガニーだと思いますよ。いかがでしょう、結構ね、綺麗な目をしておりますね。ネックもマホガニーで若干薄め、これはね、安さに関係なく、最近のね、レスポールスリムテイパー気味のものが流行ってきているので、まあそっちに寄せてるなというふうな感じです。まあ、さっきのブリッツもそうなんですけれども、ジョイントがね、セットネックになっております。今までのね、廉価なレスポールタイプで安いとなるとね、通常ボルトオンだったんですけれども、これね、セットネックでね、ネックのね、ジョイント、さっきお伝え忘れたんですけれども、ここはね、スカーフジョイント、ブリッツはスカーフジョイントになっております。スカーフジョイントはね、ちょっと何十年後かに若干ね、ネックのよじれが出てくるんですけれども、これはね、バッカスの方はちょっと面白いところです。ここですね、ここで繋がっていて角度を稼いでいると。まあ価格を抑えるためにどちらも工夫がなされております。でバッカスの方に関してはペグもね、非常にね、いいですよ。ブリッツよりもナットはね、しっかりしていて、タスクですかね、ブリッツに比べて高級感はね、非常に増してます。このね、メイプルのトップもまあ薄いものが貼られてるんでしょうけれども、木目的にもね、非常に美しいです。ではね、肝心の弾き心地と音ですね、ブリッツからいきましょうか。ちょっとナチュラルで鳴らしていきましょうかね。全然悪くない感じですね。ただまあお聞きいただいて気づいたかと思うんですけれども、フロントにやっぱ色気的なものはちょっと欠けるかなと。ハーフトーンとあんまセンターとねあんま変わらない感じですよね。ちょっと歪ませてみましょうかね。フロント。
全然心地も悪くないし音も悪くないなって。しかもねネックもねしっかりと太めっていうか、まあ、中太な感じでレスポール感ありますよ。では続いてバッカスいきます。やっぱ張りがありますよね。ブリッツよりは、まあ、若干高い分張りを感じます。フロント、色気もね、ブリッツよりはやっぱあるなっていう感じですよね。ちょっと歪ませてみましょう。フロントです。ブリッツより再びブリッツ、でもこれも悪くないな。再びバッカスです。感じで格安格安と言っても意外と心地が悪くないんですよね。まあ、出音を聞いた感じだとこちらバッカスの方が締まってて音が太いので、これね結構ねピックアップとか変えたら割と化けそうな感じもしますね。重量的にもね結構ちょうどいいんですよね。これね多分マホガニーだと思うんだよな。まあ、こういった安いギターをですね、自分なりにこうカスタマイズして遊んでいくっていうのも非常に楽しいので、まあ、食わず嫌いせずにこういったものもね、鳴らしていくとね、結構ね、当たりあると思います。ぜひぜひ楽器屋さんで試奏してみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。